はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、611日目ですね。はい、現在2021年、2月17日の、15時25分なんですけども、プロスピコルシアム高田王、もう僕の出番全部終わりまして、全部やりましてね、この一番下にあると思うんですけども、はい、これですね、S ランクベスト9&タイトルホルダー契約書第2弾、これ取りましたんでね、これの開封をしたいなと思います。はい、その前に、まあ、プロスピコロシアム高田王なんですけども、一応僕出番全部終わってやったんで結果出てますんでね、まあ、あくまでも暫定10位ですけども、こういう感じになってます。トップランクランキング1位ということで、記録232、打率が7割9分、安打が154、本塁打35、打点103、打席196ということで、まあ一応暫定、あくまでも暫定です。はい、もうこの始まる前にね、5日目終わりで、僕4位やったんですけども、3位の方ともちょっと差のある4位で、5位の方ともちょっと差のある4位やったんでね、まあおそらく4位になるかなと思ってます。これランキングこういう風になってます。はい、他の方はまだあんまり手をつけてないんですけども、僕が今一応暫定で1位ですけども、まあおそらく4位に落ち着くかなという感じですね。はい、ちょっとこれだと厳しいと思います、1位は。はい、そうですね、内訳の方ですけども、今日は田淵選手からですね。田淵選手8、丸手選手6、ボア選手6、糸原選手4、北条選手4、近本選手10ということで、まあちょっとね、田淵選手、丸手選手、ボア選手あたりは10行きたかったなというのが本音なんですけども、まあなかなかね、まあ下手くそなんでこういう結果になってしまいましたね。まあ糸原選手、北条選手の4ももうちょっと行きたかったですけどね、まあこれだとそれはもう4位ですわね、それは。はい、まあ、しゃあないです。まあ、4位、おそらく4位と思いますけども、一応4位やと40エナジー、7000スピメダル、2万コインということでね、まあこんだけもらえますんでね、まあ、よかったかなと思います。はい、まあ、全力尽くしましたんで、一生懸命やりましたんでね、その結果がこれやったんで、まあしゃあないですね。もう今すでにランキング2位になってますけどね、この話してる間に。はい、まあいいです。はい、まあそれよりも契約書ですね。はい、まあこのアカウント阪神純正だけでやってますんで、このスアレス選手、もうスアレス選手以外は全てミキサーに行きますんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。9位請求スタメンだと全て僕シリーズ2のね、スアレス選手極みで称号もつけて持ってるんですけども、こちらの方が能力も上がってますし、スピリッツも100上がってますんでね、ぜひ欲しいなと思ってます。ぜひ来てほしいです。他の選手が来てもミキサー行きになりますんで、狙いはスアレス選手だけです。それでは開封したいなと思います。さあちょっと来てほしい。ベストラン、 S ランクベストライン&タイトルホルダー契約書、プロスピコロシアム累計34試合達成の報酬、これ開封します。欲しいのはスアレス選手だけです。来てほしいです。お願いします。いきます。スアレス選手来い。さあ最強決定戦もね、もうすぐなんでね、あと1ヶ月切りましたんで、ここでスアレス選手取ると大きい。来てほしい。来い。あー、千賀選手か。またええの来たなこれ。まあまあ、まあね、千賀選手ね、強いですよね。でもね、僕阪神純正だけでやってますんで、この千賀選手もミキサーに行きます。はい、千賀選手シリーズ2のね、千賀選手もね、僕取った記憶ありますね。はい、千賀選手よく来ますね。残念、千賀選手か。まあまあしゃあないですね、もうそれはもう確率は低いんでね、スアレス選手だけしか狙うところないんでね、確率は低いですけども、まあしゃあないですね。はい、まあこれプロスピコロシアムも終わりまして、契約書も開封しましたんでね、もうなんかちょっとすっきりしたなという感じなんですけども、まあスアレス選手来なかったのは残念ですけどね、まあ頑張って、まあ、先ほども言いましたけど、球団別のね、純正の最強決定戦もあと1ヶ月切ってますんでね、ちょっといろいろ強化していきたいなと思ってますんでね、そうですね、頑張っていきます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。